先月、美術作品の史上最高額となる50億円を超える価格で落札されたルネさんの巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチの、キリと描いた油絵について、アメリカの保つ。紙は、落札したのは、イスラム教徒の東サウジアラビアのムハンマド皇太子だったと伝え、その詩枠に関心が集まっていつ、レオナルド・ダ・ヴィンチがキリスト、描いた油絵、サルバトール・ムンディは、長年所在がわからなくなっていた幻、作品とも呼ばれ、先月、ニューヨークで枯れたオークションで、美術作品の史上、高額となるおよそ4億5000万ドル、本円で500億円余りで落札されました。しかし、落札者は明らかにされず、まな憶測が飛び交っていましたが、アメリカの有力紙、ウォール・ストリート・ジャーナルは7日、アメリカの情報機関、どの花として、落札したのはサウジアラ、あのムハンマド皇太子で、別の王子の名を使って入札していたと伝えました。ムハンマド皇太子については、オイルマ、握る国内の王族らの汚職摘発を強行、続いていることで注目されていますが、今回の報道で、宗教が異なるキリストの油に巨額のオイルマネーをつぎ込む思惑に、関心が集まっています。この作品を、グッテは、同じ中東の UAE、アラブ首、国連邦に先月オープンしたフランス、ル、ブル美術館の別館、ルーブル、アブダビ、がツイッターで、サルバトール、ムイがやってくると発表し、展示するに、